はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑博です。今回は2021格闘技界事件簿ベスト10についてです。まず10位ですが、タケル VS 那須川天心決まるについてです。本当は今年の6月に東京ドームで那須川天心 VS タケルが決まっていたのですが、タケル選手が拳を怪我し延期になりました。そして決まらない、年末にも決まらないとなっていたのですが、最後の最後、大逆転で来年の6月夢の戦いが決まりました。これは動画にしていますが、僕自身は那須川天心選手が相性的にいいので勝つと思っています。しかも今回ワンキャッチワンアタックが認められているライズルールのため、かなりタケル選手は不利でしょう。それでもタケル選手は喧嘩が強い選手ですので、一発当ててどうなるか分かりません。非常に楽しみな試合になると思います。こちらが第10位です。次に第9位ですが、萩原恭平選手、井本彩子に憧れるです。萩原恭平選手がなんと井本彩子さんに憧れ、眉毛にタトゥーを入れていました。全身のタトゥーは非常にかっこいいのですが、なぜか眉毛に井本彩子風のタトゥーを入れてしまいました。もしかしたら世界珍獣ハンターのアタガマを狙っているかもしれません。次が第8位です。8位のニュースは、井上直樹クリップ芸を披露についてです。井上直樹選手は日本語が不自由な UFC 帰りの激強ファイターです。 YouTube ライブをする時も一人ではできないので、お姉ちゃんが付きっきりで面倒を見ています。そしてお兄ちゃんがいろいろフォローしながらYouTube ライブを完成させています。そんな日本語が不自由なところを逆手にとって、井上直樹選手は石渡選手に勝った後、リング上でマイクで喋るのではなく、フリップを用意し、ライジンガールにフリップを読ませていました。ダダ滑りでした。そしてライジン代表榊原さんの激怒を買っていました。今回ライジン大晦日決勝で勝っても同じように日本語が不自由なので、何も喋れず放送事故になるのではないでしょうか。次に第7位です。カンナ大島沙織ちゃん大活躍についてです。今まで女子格はやはり人気がなく、再生数が非常に低い状態が続いていました。しかしここに大逆転が起こりました。カンナちゃんと大島沙織ちゃんの YouTube 動画の再生数が爆上がりしたのです。かなりトップどころに食い込んできました。この原因は簡単です。サムネの写真が大島ちゃんの沙織ちゃんのおっぱいの谷間を強調したサムネだったからです。以上です。次、第6位です。松尾万内に綺麗すぎる格闘家パンちゃんリナが大活躍です。松尾万内にの綺麗すぎる格闘家パンちゃんリナが自らパンチラ写真や混浴写真などを流出させ、大人気となっています。僕としてはあかりちゃん派なので、できればあかりちゃんに雷神出てほしいと思います。次のニュースです。次、第5位ですが、おしゃべりクソ野郎コージパンチドランカーになるについてです。おしゃべりクソ野郎コージは今まで散々いろんな嘘をついてきました。天心選手と武田選手と戦ったのは俺一人だという嘘や、こちらは村越選手がその前に戦っています。いろんなホラーを吹いていたのですが、ただのおしゃべりクソ野郎の大嘘つきと思っていたのですが、どうやらパンチドランカーが進んでいるという疑惑が出てきました。これを言ってくれたのは我らの平本の蓮くんです。確かに浩二選手は倒れないことが唯一の武器ですが、頭を打たれすぎてちょっとドランカーが進んでいる疑惑があります。そこを優しい我らの平本蓮くんが心配していました。次のニュースです。次、第4位ですが、朝倉未来花を折るについてです。朝倉のみっくんは斉藤豊選手に対して花がない花がないと同じことを繰り返していました。やはり花が好きらしく、アベマ1000万企画で素人の久保田さんの花を折っていました。どんどんサザエさんの花のでかいあの子さんに似てきましたが、朝倉のみっくんの今年の漢字は花ではないでしょうか。次のニュースです。次が堂々の第3位です。堂々の3位は堀江義則快挙達成です。1時間2万円です。以上となります。これ以上は触れません。次に堂々の第2位です。実は1位と2位の差はたった4票だけで、かなりの激戦でした。第2位は平本の蓮、アメリカで大活躍です。色白、持ち肌、アーモンドアイ、ポメラリアンよりポメラリアンな平本の蓮くんですが、同門のセルジオ・ペティスのセコンドにつき、戦略などを考え、大番狂わせのアップセットを起こしました。しかも平本の蓮くんは、なんと2021年無敗です。MMA 無敗のまま2021年を終えました。快挙達成です。そして堂々の第1位ですが、こちらは我らの越智晴男チャンネルです。なんと越智晴男チャンネルが YouTube 登録者数400人を突破しました。397人までいった段階で、なかなか小康状態が続き、400人までいかなかったのですが、なんとこのタイミング、年末の雷神大晦日に合わせ400人を突破したようです。越智チャンネル、快挙達成です。そして今年のニュース69位ですが、小木チャンネル、快挙達成です。小木チャンネルが元日本ボクシング王者細川ボランタインと
コラボ YouTube を上げ、なんと細川バレンタインにはしゃぎすぎたのか動画を削除されました。快挙達成です。そして堂々の333位、朝クラントップチームの初期係、白川アホの子天然ダークリクトポテトヘッドアホの子ですが、なんとアウトサイダー時代にマクドナルドでバイトしており、ポテト揚げ名人として地区大会で優勝したそうです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら。